ウルフは、シーメンスモビリティによって製造された、超低小路面電車である。車両は、オーストリアウィーンを拠点とするシマリング・グラーツ、パウカー・エージー、シーメンス・ SGP で製造された。1994年に試作車が製造され、その後1997年から2017年まで量産された。ウルフは、床面高さ 180mm と、世界最低床である。 これは一車体の長さを短くしたり、左右の車輪を車軸で結ばない、独立車輪とすることによって実現しているものである。車両デザインはポルシェデザインにより設計された。車体はアルミニウム合金製で、連接部分はフレームで覆われている。ドアはプラグドアである。内材は白色を基調としている。部材の多くにプラスチックが多用されている。車内は オールクロスシートであり、車椅子スペースが設けられている。制御方式は、シビズ32によるインブと、VVVF インバータ制御で、ジレノンは、同社の他車両とは異なっている。主電動機は、カゴ形参照誘導電動機を採用した。主電動機は、全閉事例式もしくは全閉水例式で、電動機の軸が線路面と垂直に配置されている。主電動機や、 駆動装置は製造時期によりメーカーが異なる。独立車輪のため電動機は左右の車輪それぞれに搭載されている。各連接部及び最前部と最後部の車体に台車が設置される。台車は左右各一輪となっていて、最前部と最後部の台車は車体に対して回転できる構造になっている。軸バネはゴムバネ枕バネは コイルバネと油圧シリンダーから構成される。車輪は男性車輪を採用している。前期車と後期車でライトの形状や車内の見た目などに違いが見られる。ウィキメディアコモンズにはウルフに関するメディアがあります。ありがとうございます。